報告は日本の古墳時代にあった律令制以前の国の一つ。別名に法日別。地理的には九州の北東部に位置し、現在の福岡県東部及び大分県全域に相当する。古事記国海神話においては、沖の次、域の前に生まれた畜紫島の紙面の一つとして語られ、別名を法日別といったと言われる。次を筑紫島。 この下また、に、一時、有名四、面舞有名。ゆえ、筑紫国、いい、白日別。報告、こと、法日別。声国、こと、県日向日報、久尾日泥別。熊引国、こと、伊達日別。文語国風土器は、国名の由来について、以下のように伝えている。慶光天皇の命によって、この地域を治めていた、都名主が、 中津郡を訪れると、白鳥が飛んできて、まず餅となり、ついで、冬であったにもかかわらず幾千後の芋草となって、茂ったので、都名主がこの芋を天皇に献じたところ、慶光天皇は、天の随仏、土の豊か草なりと喜んで、この地を、報告と名付けた。報告は、七世紀末の文武天皇の頃に、武善国と文武国の二つに分けられたと言われる。しかし、 考古学での発掘成果から、この地域全体を統治するような勢力があったわけではなく、当時の中央政権がこの地域の一部にあった、報告の名称を全体を指して使用した、あるいは、武全国、文語国の制定時に使用した、との説が唱えられている。後に、両政国に対し中国風の別称が付けられた際、武全国と文語国のどちらか一方、あるいは両方を指して、 豊か州と称するようになった。また、報告と同じ地域、すなわち、武全国と文語国の両国を指す語としては、に豊か両豊かも用いられる。福岡県東部を除く報告のほぼ全域が、大分県にあたることから、今日でも、報告や、に豊かが、大分県の別名として用いられることがある。ありがとうございます。